ベトナムに平和を。市民連合は、日本のベトナム戦争反戦を呼び、反米団体。運動団体としての規約や会員名簿はなく、何らかの形で運動に参加した人々や団体を、ベヘーレンと呼んだ。リーダー交代以降に酒がやい方な暴力活動への批判から、左派以外から離脱者が相次いでいたが、ソ連崩壊後に公開された機密文書により、 KGB 経由でソ連から資金支援を受けて脱走兵支援事業を行っていたと判明した。1965年2月7日に開始されたアメリカ軍による北ベトナムへのいわゆる北爆で一般市民の死者が増えたことがマスコミで報道されると反戦運動が始まった。60年安保闘争で安保法案に抗議して鶴見俊介、 小林富みらによって、市民グループ、声泣き声の会が作られた。1965年春、グループの事務局長高畑は、北幕に対しむ党派の市民として抗議したいが、声泣き声の会では、小さすぎる。政党の指令を受けない、サークルの呼びかけで、ベトナム戦争を支援する日本政府に抗議するデモを、やろうと働きかけ、鶴見は当時西宮市にいた、小田稔を誘った。 高畑、鶴見、小田は、東京新橋のフルーツパーラーに落ち合い、新しい団体の素案を務めた、政治学者の高畑道都が京都にいる鶴見に、電話をかけたのが結成のきっかけとなった。ネット。そして同年4月24日、声鳴き声の会を母体に、小田を代表として、ベトナムに平和を、市民文化団体連合を発足させた。同年、 久保慶之助に代わり吉川祐一が事務局長になる。反米であるものの、既存政党とは一線を画した、無党派の反戦運動との認識で、基本的に、来るものは拒まず、去る者は追わずの自由意志による参加が原則で、労働組合や学生運動団体などの様々な左翼市民団体や、それを支持する学生、社会人、主婦、 右翼の原容者など初期のミヒサ派も運動に参加した。その後1966年10月16日に名称をベトナムに平和を市民連合に変更し全国に活動が広がっていったが事務局長が久保慶之助から吉川雄一に変わったことで審査翼諸派との活動との関係が強くなり、イデオロギー色、左翼団体色が濃くなっていった。 参加者の内星系、久葉、中道の人たちは、酒か、反米色を嫌い多くが離脱した。当時、裏では、ソビート連邦の KGB の資金や、物資支援を受ける影響下にあったことが、イデオロギー色が濃くなっていった背景にある。公開された、旧ソ連共産党機密文書によれば、ベヘ連の KGB との結びつきは、吉川雄一が、KGB の代表者に、 資金援助を依頼したことに始まる。当時のユーリー・アンドロポフ KGB 議長がソ連共産党中央委員会に提出した報告書には小田と吉川が名指しで登場しており、アンドロポフ議長は党中央委員会にてベヘーレンリーダーと KGB の秘密の接触を利用してプロパガンダ活動を拡大し、日本から第三国へのアメリカ軍の脱走兵の 違法輸送を達成するために必要な場合、物質的支援を含む委員会が活動を継続するのを支援することを勧告した。さらに、アンドロポフ議長は、この報告書を KGB は日本のベヘレンのリーダーとの接触を維持し、この関係をソビート連邦の利益に影響を与えることを支援するために自由に使える非公式の手段を準備すると答えていた。 1971年以降はとりわけ片をからに大きな影響を与えることとなる三菱グループや東芝などの南ベトナムへの進出企業や日立などの防衛産業あるいは成田空港建設に対する殺傷テロ行動といったベトナム戦争の反対運動からは直接関係の内左翼運動暴力活動メインに対してシフトしていき解雇権をはじめとして 組織の当初の目的から乖離した、左傾家や集団家、ボート家を嫌い運動から離脱していくものが増加した。なおこの頃は、震災翼集団、共労党からのメンバーが多く、ベヘ連と共労党を兼ねたメンバーには飯田桃や、吉川祐一、栗原幸夫、武藤一葉、花咲公平らがいる。百七十三年一月十七日に、南ベトナムと、北。 ベトナム、アメリカなどの間でパリ協定が調印され、アメリカ軍がベトナムから全面撤退したことを受け、存在意義を失い1974年1月に解散した。発足直後の1965年4月に、東京の中日アメリカ合衆国大使館へのデモ行進を行ったのを始まりに、アメリカ政府やアメリカ軍、日本政府を断罪する多くのデモを行ったほか、 同年11月には、作家の開口兼の発案で、アメリカの有力紙の一つである、ニューヨークタイムズへの全面での反戦広告を掲載。1967年4月には、画家の岡本太郎、筆の殺すなと対処された文字のもとに、英文のメッセージをデザインした反戦広告をワシントンポストに掲載するなど、その活動規模も、運営資金も、 規制の市民運動の枠を大きく超えたものであった。そのため既存の左翼、市民運動勢力から文化人のベトナム遊びと批判を受けるが、一方で少年雑誌のボーイズライフに大きく取り上げられたり、穏健な反戦運動だからと既存の左翼、市民運動とは敵対する立場の警察官や自衛官からの寄付もあり、 反戦運動に関心を持つ人々の裾野を広げることとなった。また、アメリカ国内の反戦運動団体とも連帯を形作った。一方で、デモの規模が大きくなると参加者の一部が過激な行動を取るようになり、1969年10月21日の反戦デイに合わせたデモでは道路にバリケードを築く行為などが行われた。東京都公安委員会は、 このことなどを理由に、同年11月16日に予定されていた佐藤首相訪米抗議デモの申請を不許可としている。イントレピットをだら運動の中核となった少数の幹部は違法な手段を使い、アメリカ軍の良心的脱走兵の闘争支援も行い、これらの活動はベヘイレンとは別にジャケックとして運営された。1967年に、 アメリカ海軍のエセックス級航空母艦、イントレピットからの4人の脱走兵を横浜港でソ連極東部のウラジオストックへ向かうソ連の定期船に違法に乗船させ、モスクワ経由でスウェーデンに入国させたことからイントレピット4人の会が結成され、さらに脱走を援助する組織としてジャテックが武藤一洋により命名された。栗原幸雄が司令役になり、吉岡忍 山口文則、穴井文彦などの若手メンバーが実動役を受け負った。だが、1968年にアメリカの情報機関の工作員であるラッシュ・ジョンソンが脱走兵のふりをして侵入したことにより、同行して釧路に飛んだ脱走兵のジェラルド・メイヤーズが11月5日に日本の警察に逮捕されアメリカ海軍に引き渡された。メイヤーズの乗ったレンタカーを運転していた。 山口文則はモデルガンを所持していて、メイヤーズにそれを見せていたため、翌1969年2月15日、銃刀法違反で逮捕された。また、メイヤーズが隠れていた高橋武智拓も家宅捜索を受けた。ジャテックが正規の出国手続きを踏まない形での国外逃亡の法助などの非合法活動も含むあらゆる手段を用いて、 日本から脱走兵を秘密裏に出国させたものの、その数は数人に止まり、多くの脱走兵はアメリカ軍へ帰還した。1968年2月15日の山口逮捕、高橋拓捜査以降、ジャテックは方針を変更し、高橋武友をリーダーとして、脱走兵の国内先行援助、パンフレット、脱走兵通信、ジャテック通信による、 宣伝活動、そして在日アメリカ軍基地周辺での反戦 GI 運動支援活動を行った。1971年、防衛産業の象徴とされる三菱重工に対し、反戦一株株主運動を大々的に組織。11月30日の株主総会に際し、約250名でデモ更新後、会場に入場するが、三菱重工側は、 約500名の総会や投与区を動員し、反戦株主に対応。他にこの年は、南ベトナムに進出することを発表したソニーなどに、対し、日本の再侵略を許すな、とデモを行った。1973年になると、九州電力など、南ベトナムに進出していない企業へ対しても直接、行動を起こすなど、反戦運動というよりは、反抗外。 反開発運動という左傾化した色合いが目立つようになった。1991年のソビエト連邦の崩壊によって明らかにされたソ連側資料によればソ連国家保安委員会は秘密裏にベタイラレン側と接触しており昭和43年初め頃にはベタイラレン側から脱走兵支援のための資金的援助の要請があった。これに対して KGB 側は 反米プロパガンダ活動の拡大と脱走アメリカ兵を助けるため必要とあらば物質的サポートなどを行うがソ連の有する手段を用いて脱走兵を移送することはできないと回答する要共産党中央委員会に提案している。小田や高橋らを中心としたベヘ連の幹部並びにジャテックの構成員は中日ソ連大使館員を装った KGB 要員の支援を得て 少数の脱走兵を複数回、日本からスウェーデンなどの中立国に脱出させた。吉川雄一本人は、共同通信記者の春名美紀夫の取材に対して、3時間や1等初期間とあったが、おそらく全員が KGB 要員だった脱走兵の日本脱出に事実上の援助を与えてくれるところなら、KGB だろうがスパイだろうが手を借りたいという気持ちだったと述べている。 ラッシュ・ジョンソンのスパイ活動でソ連ルートが壊滅したと言われているが、それだけではなく、何度も脱走を手引きするうちに徐々に KGB 側は重要機密部門で働いていた兵士しか受け入れないという態度を見せるようになり、協力関係は破綻したという。吉川祐一とソ連の関係は、共産党の職業活動家として、日本平和委員会常任理事だった1963年。 当時から問題とされていた。不破鉄像は、日本共産党に対する干渉と内通の記録、ソ連共産党秘密文書から、上で、ソ連大使館での6回にわたる会談とセナトロフ、メモが雄弁に語るように、吉川と吉田は、最も密接な連携のもとに、ソ連と内通して、秘密工作を始めた二人でしたと吉川を激しく、非難している。吉川は、 ベヘーレン事務局長就任後の1966年、吉川と同時期に真相派として共産党を除名された志賀吉浦の日本の声に参加した。ありがとうございます。